それではコメント返信をしていこうね。葵ちゃん久々やから張り切ってるな。そりゃそうだよ、みんなに忘れられてたかもしれないくらいだからね。まあまあ、久しぶりに3人揃ったコメント返信していきましょう。まずはこれですね。あの鬼バナナと言われているまんじゅうさんがすごい言われようですね。それだけほっぽちゃんが可愛いってことなんだよね。いや、あれはさすがに少し引くやろ。まあ確かに可愛いですけど、私にはかなわない可愛さ。それじゃあ葵ちゃん次呼んで。大破で燃えてるってわかりやすいよね。せやな。それでハピもすぐ危ないって気づいたんやろ。まあでも炎上してるってほぼ強鎮だと思うんですけど。ゆかりさん厳しいで、中波の時は煙が出るから炎上しかなかったんだよねきっと。でもプレイしてる時はすごく真剣らしいよ。最近忘れてましたね。案外普通に暮らせてるからやろな。さすがに気を抜いたらロボットにやられますからね。入居施設の時もちょこちょこ襲ってきたみたいですし。そろそろ壁作って拠点の範囲決めた方がいいんちゃうか。また黒曜石の壁ですかね。いや、今回はネザーで黒曜石ネットできへんからな。溶岩敷いて上から水をダバーっと。あかん、それ事故るやつや。いや、相手のネザーラックとかで。それ壁というよりかは板ですね。壁とかまな板とか自虐ネタシンクてええからな。まな板とは言ってないですし、大阪湾に沈めるぞこら。ひえ、冗談や冗談。ゆかりさん目が怖すぎるで。今回は作業が多くて見せ所なかったですね。アクションないとやっぱり静かですね。変に叫ぶよりかはええけどな。それにようやくクローンの人のタグも回収や。またクローンの方で生き残ることになるのかな。それとおぽつ、お疲れコメントありがとうございます。それではそろそろここで。次回は迷路行くで。